はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。皆様の、ね、おかげで本当にこう氷川までで行われた N フラワーデザインスクール展も、ね、こう無事に大盛況に終えることができました。本当ね、こう数千人の方が見に来てくださって本当に、ね、感謝しています。そしてね、このフラワー TV もその間ね、ずっとこうお休みをしていたんですけれども、これからはね、通常通り、ほぼですよ、ほぼ毎日皆様にこのアレンジとかね、ことを提供できることを思います。で今日はですね、こちらのね、こういう器に、こう赤バラとか青いですね、紅青いとか、あとこちらのカラーですね。それからこのブルーニア、セダン、レッドウィロー、でこれはね、チョコチノツかな、チョコレート色のスプレーカーです。それにレーザーカーですね。こちらでアレンジをしていきたいと思います。ではね、早速いってみましょうか。どうぞ。はい、では早速アレンジメントを始めていきたいと思います。ではまず赤バラから刺していきましょう。このタイプのね、器の場合はちょっとこうね、アップダウンを花材によってつけていくとかっこいいアレンジができます。今回の花材でいうと、この低く刺していくのはたぶんバラ系なんですね。で、高く刺していくのがカラーとかレッドウィローになります。で、こう赤バラをね、今刺してますけれども、この赤バラの中でも少しこうアップダウンをつけていきます。少しアップダウンをつけていきます。で、ここで少し長めにこのカラーをね、出していきます。で、ここでレザーファンでファンデーション枠を少ししていきましょう。次にこのセダムを入れていきます。次にこちらのブルーニアをいきましょう。次にこのね、スプレーバラのチョコレート色のスプレーバラを入れていきます。お、出るの忘れた。チョコレートのスプレーバラを入れていきます。
はい、続きましてこのベニアオイを沈めてね入れていきましょう。まあ、沈めてといってもそれほどべったり沈める必要がないので少しこう中間ぐらいですかね、中間ぐらいに入れていきましょう。そしたら最後にですねこのレッドビローを入れていきます。レッドビローはこう十分ねタメを効かせて形を整えてから入れましょう。はい、で完成ですね。少しこうね、枝を下げてみましょうね。じゃあ正面から見てみましょう。はい、こちらのアレンジメントはいかがだったでしょうか。ちょっとね、こういろいろと煮物とかね、煮物っぽいものですねとかも入ってるし、こういうねレッド色のラインも入っててちょっとかっこよく仕上がってます。ぜひねこのラインはアクセントラインって言うんですけれども、このアクセントラインでねだいぶこう作品の仕上がりは変わってきますので、ぜひそのあたりをよく覚えておいてください。ではね今日はこちらで終了です。また次回お会いしましょう。 See you next time.